ラミセベイはカナダのプロレスラー。ケベック州モントリオール出身。現在はアメリカのプロレス団体 WWE にてサミゼインのリングネームで所属。エルジェネリコ2002年カナダのインディー団体である EWS にてマスクマンのエルジェネリコとしてプロレスラーデビューを果たす。2004年 PWG にレギュラー参戦するようになり名前を広める。 2007年2月には、ヒューマントルネードを破り、PWG 世界ヘビー級王座を獲得。PWG での PAC とのシングルマッチは、PWG の名前を、米、インディプロレスファンに広げるきっかけとなった。また、3人の異なるパートナーと、PWG タッグ王座を4度獲得している。ジェネリコは、PWG のシングルとタッグ両方の王座を同時に、保持したことのある。 唯一の選手である。PWG では、ドラゴンゲートの選手との対戦も多く、そこで評価されたことが、後のドラゴンゲート参戦につながる。PWG 王者時代には、島からピンフォール勝ちを収めたこともある。2005年、ローにデビュー。ローでは、主に、スティーンとのタッグで活躍。2006年には、ケビン・スティーン、フランキーザ・モブスター、そして、 女子プロレスラーのルフィストと共に、カナディアンズというユニットを組んだ上で、ジャスティス・ペイン&、ニック・ゲージ&、エディ・キング・ストーンからなる CZW の面々や、ラッカスサビアンジョーカー&、ロビー・メリーノからなるブラックアウトとの構想を繰り広げた。2007年、ブリスコ・ブラザーズと1年近くにわたり、壮絶かつハードコアな構想を繰り広げた。最終決戦となった。 ラダーマッチラディ・ウォー・はロー史上屈指の名勝負と言われるほどの熱戦となった結局ブリスコブラザーズからのタッグ王座ダッシュはならなかったが2008年9月ジミー・ジェイコブスタイラー・ブラックを破り悲願のロータッグ王座を獲得した PWG とローのタッグオーザダッシュにより、スティーンジェネリコのタッグはアメリカインディマットを代表するタッグチームとしての地位を確固たるものにした。ローにおいても日本人選手との対戦は数多く、丸藤フジ石森太氏に、イーブシコータ、中島勝彦などとシングルで対戦した。アメリカインディイク指のトップレスラーとなり、PWG やロー以外にも CZW や、 力など数々のインディー団体にゲスト参戦している。ドイツやイギリスの団体から招聘されることも多かった。2007年7月、ドラゴンゲートにて開催した、レッセルジャムセカンドシーズンで、初来日、ニューハザードのスケット外人として活躍していた。2008年1月、レッセルジャムサードシーズンで行われた、時間サバトルロイヤル形式のジャムカップ2008では、試合開始から、 最後の二人まで残り、PAC との異次元の攻防は、後楽園ホールの観客の度肝を抜いた。同ツアーで、吉野正人の保持する、オープンザブレイブゲート王座にも挑戦している。7月、後楽園ホール大会では、いきなり学ラン姿で登場し、交換留学生という形で、戸沢塾に加入。ドラゴンゲート年間最大のビッグマッチである、神戸ワールド大会にも、 戸沢塾の一員として、第一試合に出場し、ピンホール勝ちを収めた。日本から離れている間に、戸沢塾が消滅。しかし、戸沢塾の解散を認識しておらず、2009年10月、1年3ヶ月ぶりに、ドラゴンゲートに参戦した際には、学ラン姿のまま、戸沢塾のテーマで登場。元戸沢塾の戸沢明や、 PWG で壮絶なシングルマッチを行った高木慎吾に誘われ、神風に加入した。2011年からユニオンプロレスにスポット参戦。9月に脇高勇から DDT エクストリーム級選手権を奪取した。2012年 DDT に参戦。5月4日の後楽園ホール大会では怪我で離脱していたイーブシコータの復帰戦を務め、8月18日の 日本武道館大会、武道館、ピーターパンでは、竹下幸之助のデビュー戦の相手となり、いずれも勝利している。9月30日、飯伏せの持つコ D ・無差別企王座に挑戦、勝利次第43代王者となる。直後、イーブ氏が DDT48 総選挙で1位となったため挑戦権が与えられ、10月21日にリマッチが組まれる。ジェネリコはこの試合にも勝利し、 初防衛。飯伏せに対して、シングルマッチ3連勝となった。その後12月、ケニー・オメガに敗れるまでベルトを保持。NXT、編集2013年1月30日、WWE とディベロップメント契約を交わし、入団。2月13日のハウスショーで、ブローダス・クレイのマネージャーとして、ディーバのアンヤと共に登場し、3人でダンスを披露した。 3月7日のハウスショーでは素顔となり本名名義で登場。カシアス・オーノとタッグを組み、ワイアット・ファミリーと対戦。また、同月にはリングネームをサミ・セインにし、4月にはサミ・ゼインへと変更。5月22日、カート・ホーキンスと対戦して勝利し、さらにアントニオ・セザーロがバックステージに向けて挑戦者を要求した際に、 この要求を受け入れて対戦し、金星を挙げた。この勝利をきっかけに、セザーロ、ジャック・スワガー、レオ・クルーガーのリアル・アメリカンズと長期構想に展開するも勝利することができなかった。9月より NXT 王者であるボーダラスと構想を開始。ベルト防衛に懸念するボーは、様々な手段を使って全員との対戦を避けようと、格索。10月2日、ボーが、 招待戦と称し、全員以外なら自由に挑戦できる試合を開催。そこに謎のマスクマンとして登場。素早く勝利をもぎ取ると自らマスクを剥ぎ取り、王座戦への挑戦権を手に入れることに成功した。10月16日に某に挑戦し、勝利を挙げたかと思われたところ、GM であるジョン・ブラッド賞レフィールドからリフェリーのご判断による判定であることが告げられ。 再試合となった最終的には、金属が剥き出しになったバックルに叩きつけられ、倒れたところをホールされて、敗戦となった。12月、再びセザーロ・レ・オー・クルーガーと構想を展開することになり、同郷である、カナダ出身のタイソン・キッドと共闘。2014年2月27日、WWE ネットワーク開局記念のアラバルにて、セザーロと決着戦を行い、 激戦の末に敗戦した者の,のセザーロから賞賛を受けた。3月より、コリー・グレーブスとの短期構想を経て、5月29日に、イベントであるテイクオーバーにて、タイラー・ブリーズと NXT 王座挑戦権をかけて対戦するも、敗戦した。6月19日、タイソン・キッドとタッグを組んで、NXT タッグ王座を保持する。 ジアセンションに挑戦するも、タイソン・キッドの裏切りにより一人で戦うことになり、一方的にやられて敗戦となった。この一件により、タイソン・キッドジャスティン・ガブリエルとの構想へと展開することになり、エイドリアン・ネビルと共闘することになった。10月、ネビルと NXT 王座をかけて構想を開始。ネビルから大一番に弱いと指摘され、テイクオーバー。 r エボリューションで、ネビルとの王座戦に勝てなければ、NXT を去ると、排水の陣を敷いた。12月11日、テイクオーバー、r エボリューションにて、王座戦を行い勝利し、ベルトをダッシュ。試合後には、老時代の名優であったケビンオー・エンスに、祝福されるも、リングから降りた際に強襲を受けた。2015年5月4日、RAW にて、 ブレッドハートに呼ばれる形で登場し、デビューマッチを、US 王座を保持する、ジョンシナに挑戦する待遇を受けて対戦するが、試合途中に肩を負傷。医師のチェックを受けて試合を続行するが最後は、アティチュードアジャストメントを決められ敗戦。後日、医師により、重症と診断されたが強行して、同月20日、NXT テイクオーバーアンストッパブルにて、 NXT 王座を保持し、因縁のあるオーウェンスに挑戦。試合開始から激しい打撃戦から場外での攻防となる。終盤に場外に手助走をつけて攻撃を仕掛けたところへカウンターでのポップアップパワーボムをリングサイドに叩きつけられ、この衝撃から負傷していた肩のダメージを悪化。動けなくなりレフェリーの判断により無効試合となった。 試合で追った故障は、より深刻であったことから、結局手術を受けることになり長期欠場するに至った。12月10日、NXT ライブテイクオーバー UK ツアーにて、復帰を果たす。復帰早々ながら、NXT 王座を保持するフィンベーラーに挑戦。観客より、ウェルカムバックちゃんとで迎えられるが最後に、ダイビングフットスタンプを決められ敗戦した。12月23日、 NXT にてタイデリンジャーと対戦。観客よりオーレちゃんとを受けて最後にエクスプロイダーからヘルバキックへとつなげて勝利した。WWE 編集2016年1月24日ロイヤルランブル2016のロイヤルランブルマッチ形式である WWE 世界ヘビー級王座戦にて20番手で登場。因縁のあるケビン・オーエンズと殴り合う展開となり、 オーレ。チャントが響く中で、オーエンズを、リング外へと投げ出し脱落させた。2017年10月8日、ヘルイン、エーセル2017にて、ケビン・オーエンズ VS、シェイン・マクマホンのヘルイン・アセルで終盤に、シェインが、実況席で寝かされた状態のオーエンズに向かって、金網天井から、リープ・オブ・フェイスを投下したところ、オーエンズを救助して、誤爆を誘発。 動けない応援図を担ぐと倒れているシェインに、ホールさせて3カウントを奪い勝利をアシストした。2020年3月8日、WWE イリミネーションチャンバー2022で、ブラウンストローマンを破り WWEICO 王座を退官。4月4日、レッスルマニア36でセコンドに、中村信介とセザーロを従えて、ダニエル・ブライアンと対戦。 初防衛に成功したものの、5月12日、新型コロナウイルス流行下の自粛生活を選択し、i c o 王座を剥奪される。2020年8月28日のスマックダウンにて、復帰し、i c o 王座の剥奪は無効だと主張し、その時点での王者ジェフ・ハーディーと抗争に入る。ヘルバキック工事クラッチ、ブルースンダーダイビングクロスボディアタックとペコンヒーロー。 フィニッシュホールドヘルバキックヤクザキック。コーナーに立てかけた相手に対し、反対側のコーナーから全速力で走り込み、喧嘩キックを顔面に串刺し式に打ち込む。最近は串刺し式じゃなくてもヘルバキックとなっている。ブレインバスター、エルジェネリコ時代のフィニッシャー。ターンバックル状に相手の頭部を突き落とすブレインバスターである。危険度が高いため、 相手に警戒されており、未遂に終わることが多いが、決まった場合はほぼ100%の確率で試合を決する。ターンバックル上ではなく、ノーマルなブレインバスターをフィニッシュとして用いることの方が多い。ムーンサルトプレスノーマルなムーンサルトだけでなく、その場飛び式、トップロープからの開脚式、トップロープから場外の相手に向けたムーンサルトなどのバージョンがある。 ブルーサンダーバックドロップの体勢で相手を持ち上げ、旋回して、パワーボムの形でマットに叩きつける。その他得意技、エルボーバックハンドチョップチョップスマッシュドロップキック、エンズイギリコーナーツコーナーサマーソルトミサイルキック。スウィンニング DDT 場外で、セカンドロープとサードロープの間をすり抜けて、相手の頭部に飛びついて、行うことがある。ホージクラッチ相手を、 スタンディングの肩固めに捉えて、後方に倒れ込み、相手の顔面をマットに叩きつけから、自身の左足を相手の顎の下に引っ掛けて、抱え込むように両手でクラッチし、相手の軽動脈を締め上げる。コーナーエクスプロイダースープレックスこの技から、ヘルバキックにつなげることが多い。道の駆ドライバーリストロックトルネード DDT ハーフ ハーフスープレックスダイビングクロスボディアタックトペ、コンヒーロ WWEPWGW、ヒューマントルネード W、クイックシルバー W、ケビンスティーン、2回 W、ポールロンドンロー W、ケビンスティーン DDT、プロレスリング BWPGBGWSW w、t ゥジ、PWP プ,プラウィ、STHLMWXWNSPW。ありがとうございます。